ゴールデンカムイはすごいね、シリアスだったりかと思えばね、あ、めっちゃギャグをするので、あ、面白い、あ、いいね、そういうね、そういうのいいよね。たまにほっこりしたりね、なんやかんやって。あ、皆さん3人いたのに2人気づかずよ、皆さん私ちゃんと隅々まで見たいタイプだからね、私はあれですけど、皆さん気づきませんでしたか3人いたのにね、早よ行こうぜっつって、早よ行かないで、びっくりしたんじゃない2人、あんだってっつって、あなたたちが見逃した当店、私がもぎりました。でも全名かな、これ全名っぽいやで、なんかパデュラのやつだ、アーカイブの設定してるお友達がいるんだ、これパデュラの密チューチューイベントをやっているお友達が一人いるよ、あれパデュラのチューチューだよね。あ、めぐちゃんいたんだ、気づかんかった、チューチューイベントのお友達が混ざってるやね、華麗なるするねあれでも私も気づかんところあったからさ、いやまあ一応ねつってね、一応ねつってあれしたから、パデュラのやつだい。でもここで、あれ、なんかそこに呪いがある、音聞こえた今、あったよ、選ばれてる、あったトーテムが近く通ったから見えたかな、もし見えただったら節残ってるな、それまずいな、部屋に入れるようにしといてくださいよ、入ったとこで使えねえやこの部屋、そのマタークも意味なしよ、いやこっち来る機会どうすんだい、殴られそう、叩き切られそう、あぴょんたらちょん、あぴょんたらちょん、使えない使えない使えない、ここにパデュラのあれがありますよ、リンちゃん、ぴょんたらちょん、ここに通ってもあったんだわ、音聞こえたもん、ほらいじくったせいで、おい気をつけろみんな、そっちから来るぞ、どっちから来とるんやこれ、あー危ねえ、板がねえじゃねえの、ここ積んだか積んだか積んだのか、そこに通ってもありやで、季節外れの蜂蜜ってね、季節外れの蜂蜜が、シロさん家にあるのか、いいなって、うん危ないよ、逆にいたと思った、いやいたかなと思ったけどね、逆にいたって、行こうと思ったけど声聞こえたから戻ってきた口かしら、リンちゃん、アーカイブね、でもあの時代あの時にあのパデュラのやつやってないと残ってるから、まあお小遣い稼ぎにやってまあ稼ぐかもしれんから、まあ年中パデュラがあるかもしれないってことか、覚えとこ、あ、トーテムやってる、まあただあの誰も助からんけど、それ壊せるといいな、できたらあの倒れてる子を起こしてあげたいな先に、でもあそこリンちゃんいるよね、まあこっちにもリンちゃんね多分来てる、あっちはキャンセルされちゃった、まずまず、ボロタイムじゃないやつ、助かるんかこれ、助かるんかい、あ、直してる、治療中だ、あ、起こした、え、二人いたんかなあれ、え、起こせたんか、え、あの短時間で治療早い、え、でもウィルメイクじゃなかったよね、早起こすの、私大して時間稼いでないのにね、みんな負傷してるで、また最近パテラよく見ますって、あら最近増えたユーザーかしらね、元気になった、多分なんか起こしに行ってあげたうちの一人だよね、メタ貯めといて、貯めと、そうそうそう、多分こっち戻ってくるから、あ、はい、入らんな、OK、
けないな。どうだろう、リンちゃんいないな。戻ってくるかな。追ってんだ、そういうことか。治らんとな。大丈夫か、え、突って、あ、直してっていう。そうなんだね、直してあげたいんだけど、ちょっと最近にこっちの人起こしてあげたいんだよね。直してほしい人ね。直せる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 。オッケー、壁になる。いけいけいけ、壁になる必要なかったわ。あ、やばい、メグが来てる、こっちに。ダメだ、バレるぞ。殴られる。どっち追ってた？私が起こした方かな。まず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 90来たんや。いや、そんな、みんちゃん壁になるからフラフラせんといて。ちょぴ、多分どう、こっち来るか、メグちゃんか。みんな90意識高いけどね、治って帰らないとやばやばだよ。リンちゃん相手に負傷して突っ込むってなかなかスリルだね。あ、なんか近くにメグがいるな。あ、でもミンちゃん行ってくれるな、直したから。誰か死にそう、大丈夫か。蜂蜜吸わせてあげて。蜂蜜ね、でも気づかないよ、あんなところを。吸わせてあげたいよね、せめてね。でもやっぱ負傷してる子が声が漏れるからバレちゃうね、どうしても。多分ね、一人メグ自己治療ないんだよね、間違いなく。あ、ナイス、よくやってたね。あそこやばかった、途中そこに来るでしょう。あ、みんちゃん、あ、追われてる。ちょっと譲ってね、有能だ。この子と一緒にできたらもうちょっと回ったのにね。とりあえずここで2台回して、死ぬかな、這いずり放置されたからな。いや、あ、大丈夫大丈夫、メグちゃん走ったからそっち行くかな。行くよーって。どっちだろう、こっちの子かな、自己治療ない子、死んだ子かな。でけえ声が。いや、ここ上でリンちゃんいるとね、バレバレなんだよね。あまり前面のリンちゃん相手にこの上のとこいるとどうだろう、真ん中通ったらバレるかも。今でも追われてる子がいるから大丈夫か。これ結構やばいやでね、あまりおすすめじゃないよ。でもどこ行ったんだろう、向こうの方行ったよね。この辺の発電機あるかしら。あった、ちょっと向こうばっかりついたからこっち側やらんとね。ん、メグちゃんが走ってるの、どっか行っちゃったの。メグちゃんがなんか今、あ、宝箱、ちょっと近いつつ軽く寄った感じかな。アイテムなかったんかな。やっとこっから発電機だけど、有能ちゃんが今チェイス中で、もうみんなかけられてるからやばいよね。この子はもう終わりだし、私も一回ねかけられてどえらいことになったから。負傷者民が狙われるよ。うん、多分ねこっち来てる、多分ねこっち来てる。メグちゃんスブバかな、やられんかったくさい。メグがやられた、一回でミスらしたかな、蹴られて。メグは遠く行ったかな、だったら私がそこ戻ってどうにか気づかれんより回したいな。バレそう、なんか戻ってきそう。だーん、あそこにいたんか。これやばいやばい、積んだ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 かな、積んだのかな、積んじゃった。
ちょっと一回地下室でクールダウンしよう、クールダウン。ちょっと待って、ちょっと待って、あのタスキから。あの子溜まったんかな。アピールがすごい。でももう一人も溜まってからとかの方がな。死んじゃう子だよね。メグちゃんだよね、多分あっちの子が。マジいいよ、マジいいよ。二人溜めてからじゃないとちょっとね、トツルにしても命のリレーが。でもあれ多分嘘じゃない？伝ってるだけでしょ、きっと。飛んでいかないよ。飛んでった、本当に。大丈夫か。ごめんな。メグちゃんは救えんかった。なんか落ちてねえか。落ちてない？あ、バレそう。そっちから来てる。バレてないよ。見られてないよ。いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと遠くに行こう。遠くに。これはちょこんってしてる？これでバレるよ。離れた方がいいか。いやいや。ああ、もうこう、ちょこん作戦で行く。声で聞かれたらやば。見ないで、こっち。オッケーオッケー。回避ーって。ふぅ、危ないね。でも、りんちゃんそこ見ていくんだね、今回ね。来るかな、また。やれるんだったらここやるか。もう他探す時間もないもんな。来たー。私大したパークじゃないの。リちゃん、私大したパークじゃねえから。アザムキマッコウというね、選択肢なんですよ、自分。なんかロッカーないとね、生きていけんの。早くてってれってー。え？消えたっつって。そうさ、ここさ。こんばんは。ここにいました、こんばんは。やば。逃げられん気がしてきてならんけど。あ、ぴょんたら、ぴょん。あ、ちょんちょんちょん。やばい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 。距離が、距離感がやばい。やばいよ、やばいよ。よっ、これ、しょっと。あんだって？あんだって？みーちゃんがやられたって？声が漏れてるからバレるよ。あ、やめて。これちょっとうるさいから、もうちょっと音お願いします。元気になるか、逆側で。あそこにおったんか。一回距離取ってさ、離れて、こっちで、ちょりちょりする？これやば。探さないで。やっぱ発電機ちょっと偏っちゃったかな。探さないで。凛ちゃんに欺きまっこしゅうぶがね、いけたけど。元気になってからしか行けんけど、ちょっとあっちの方向行ってるな。こっちの方来るとバレるからかな。待ってろ、凛ちゃん。やで、ちょっと発電機偏らんかったら多分危険なミッションやらんくてよかったけど。私がやったところらへんにいたんかな。バレそう。いや、戻ってくるかな。パハハハ、危ない。角一個違ってたらこれバレたね。パハーつって。バレるかな。走っちったのね。ちょっと走った跡あんのよね、そこらへんね。消したか。みっちゃん。ちょ、待て待て待て。待て待て待て。ここ持ってきてくれたらマッコバーンなんだけど。ちーか、ちーか、ちーか。地下室のでもなんか、入り口の方の方に寄られると無理だけど。走った跡あんだよ。でも出血車両だった場合でそんな地下室持ってくる人いないよな。地上かな。でも走った跡あるからな。ここに行くぜ、行くぜ。みんちゃん逃げて。そっ
それともなんかある？でもライトだよね自分。でもみんちゃん狙われるかな。私だ。マジいいよ。さようなら。でもとりあえずみんちゃんから引き剥がしてって。でもそこであれやっちゃうとなそこであれやっちゃうとな、クイックアンドクワイトするとあれできんくなるからな。はっ、いやークイックアンドクワイトが当たんねえのなんでなの、逆になんで、なんででしょう。下向いてる。いや私もそれやっちゃうときあんだよね。おいとまします。おいとまさせていただきました。でも使えなくなってきたな場所が。やっちあっちそこね。あ、はずい、これ近い。でもなんかバレそう。逃げるときあっちに行かないようにせんとね。アイアンウィルね。あ、宝箱やばいと思ったらロッカー入ればいいかな。カラスくん静かにね。カーギカーギ、まあ、やっぱ救急キットだよね。安定の救急キット。控えみんちゃん、もう一回行くよ。鍵が出たらな。あそこにハチくんがあるからな。いけるかい、いけるかい。なんかガタガタしたけど、ハチあったよ、そっちの方に。私が鍵だったらね。鍵じゃないもんね、バグって鍵とかじゃない。出してあげる。みーちゃん、でもこの子声そんなに漏れてなくない。ハチ探しの旅出ちゃったかな、りんちゃん。こやつを早めに直してな。オッケーオッケー。じゃあ私はちょっとロッカーに置いとまさせていただきます。あ、みんちゃんバレそう。バレたかな。あー、そっちにハッチがあるの。みんちゃんさよなら。いやでもまっすぐ行ったかどうかわかんないな、あれ。あとはみんちゃんがね60秒くらいチェイスしてくれたらね。あ、60秒チェイスした後ゲート開放までの時間を稼いでくれたら、うん、鍵なくてもね、ワンチャンあるだよ。みんちゃんいいよ、みんちゃんいい感じ、時間稼ぎいいよ、いけるよ、いいよいいよ。4分の1ぐらい来たんじゃない。いいよみんちゃん、泣いちゃえよ。こっから全部グレード出したらもうちょっと短縮できるけど。短縮版発電。いいよいいよ、みんちゃん4割来たよ。みんちゃんでもやられてないね。あの子もなんか特策あるんかな。やっぱ声だよね。いいよみんちゃん、6割来たよ。やべ、パーって。俺開けな、あんたそこ開けなしみしみだぜ。でここで足跡がちょっと残ってるかもだから、あざ抜き、ありがとう。ん？3秒ね消えますから。一応さっきの入った部屋の中ちょっと残ってそうだけど。でもね、あの発電機ゴリゴリ回してるからバレてるね。探してる探してる。もっと離れるべきだったかな。また戻ってくるねきっと。このりんちゃんはね全盲だから、負傷したらあんまり欺けんけど、負傷しなければね視線切れてロッカーの位置が良くて欺けたら、あんまりそんなにいっぱい使えないと思う。あー、6割ぐらい。来た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 。ダーン。見た？見ちゃった？見ちゃった？見ちゃった。足跡残ってるよね。さすがに気づかれちゃったかな。あざむきだってな。こんばんは。霊体使っちゃう？霊体使っちゃう？霊体使っちゃわないで。ここで霊体か。
いやもう意味ない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 。やばいよ。のけ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 いつって。のけのけ状態。なんか使える部屋あるかい？ここ板ないもんね。あ！ナイスみんちゃん。ナイスみんちゃん。ナイスあずむき。いったね。みんちゃん。あ、みんちゃん殴られた。どっちにいるんだろう。わかんでもこっち行くしかねえな。よくやったよみんちゃん。いやみんちゃんも仕事してくれてたんだね。ありがとうみんちゃん。開けれるといいな。でみんちゃんがこっちまで来れんとさ無理なんだけど、早くてもダメだし遅くてもダメだし、私は一応自己治療があるから開けちゃおうか。もうみんちゃんでも次死んだらね出血作用でもうプチッといっちゃうんだよ。なんかここは開ける。もうみんちゃん這いずっても助からんから、助からんからやっちって。ちょバカバカ、ちょ安全地帯でちゃんとギリギリ立ってようか。いやもうみんちゃんも次でプチッといっちゃうからな、助けたいね。でもゲートが変な形のところにあるから逆側にいるかな。みんちゃんめっちゃ泣いてじゃん。欺きか。みんちゃん来れるかな。肉壁か入ってあげんとね。でももう距離が詰まりそう。約束の地はすぐそこなんだが、みんちゃん救助に向かわんと。え、どこみんちゃん。あー、もう死んじゃうみんちゃん。みんちゃんよくやってくれたよみんちゃん。おかげでいけたね。めっちゃチェイスしてたじゃん最後。もう多分板とかなくなってたと思うし、心理戦だったと思うよ。あのりんちゃんも板のとこ警戒してたしな。いやありがとうみんちゃん、本当によくやったよ。ロングチェイスしてくれたみんちゃん、ありがとうみんちゃん。おかげさまで出れたよ。でもみんちゃんアイアンウィルだったかな。なんか声がちっちゃかったような気がしなくもない。どうだい、アイアンウィルだ。で今回アイアンウィルは一人だけで、このみんちゃんが持ってたけど、それでもバレたもんね、りんちゃんがね。それで不死と破滅は早めに死んだおかげだったから、発電機助かったね。あれ早めに死んでなかったら終わりだよね。でみんちゃんと一緒に出たかったけど、誰か出れただけでも結構良かったかな。ポイント相当いってたみたいだね。まあ、りんちゃんもすごかったけど、最初のあの地獄絵図からは想像できんほど最後頑張りましたね。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。